G7 伊勢志摩サミットが間もなく開幕します今朝までに主要7カ国のすべての首脳が到着し伊勢神宮訪問で公式日程がスタートしますフランスのオランド大統領やドイツのメルケル首相は今朝、中部国際空港に到着しましたきのう到着したオバマ大統領やイギリスのキャメロン首相はヘリコプターでサミット会場近くまで移動しました しかし、今日は天候が悪いため、各首脳はおよそ195キロの陸路での移動となりました。この後、首脳らは伊勢神宮を訪れ、安倍総理の歓迎を受けることになります。午後からは賢島の会場に移り議論がスタートします。最初のワーキングランチは財政出動をめぐって意見に開きのある世界経済が議題になります。